アフリカ大陸で一番高いキリマンジャロ。おはようございます。今日はダレサラムからモシに向かいます。今朝6時です。早いです。めちゃめちゃ眠たいっす。では早速行きますか。行きましょう。はい、ということでバス乗っていきましょう。意外と普通のバスだね。なんか今までのアフリカのヘンテコリンなバスとはちょっと違ってて、ちょっといい感じですね。最近ね、マラウィとかザンジバル島でね、ヘンテコリンなちっちゃいミニバスのキュンキュンのやつしか乗ってなかったから、もうこのレベルの汚いバスなんですけど、むちゃくちゃ高級に感じる。だよね。幸せや。ということでね、このラグジュアリーバスに乗って8時間から10時間って言われたから、まあ何もトラブルなければ8時間でモシに着きます。行きましょう。はい、ということで今ね、モシに着きました。はい、バスとか全然大丈夫だった。まあね、でもなんだかんだ10時間以上かかってもうね、もうすぐ暗くなり始めるので、そう、もうこれからちょっとホステルに直行してゆっくりして、また明日ね、ここの街ブラブラしたいと思います。はい、また明日会いましょう。また明日。はい、ということで今次の日になりました。でね、ちょっとモシになんで来たか言ってなかったんですけど、モシにはね、アフリカ大陸で一番高いキリマンジャロが見れるということでね、今僕たちモシに来てます。今ね、そのキリマンジャロが見えるなんかね、バーなのかな、なんかよくわかんないけど、ホテルのレストランでね、ちょっとね、最近ね、人間ってすごいなっていう思い始めたんですけど、なんか僕らね、アフリカに来て2ヶ月以上経つんですよ。でね、もうね、アフリカ水しか出ないシャワーとか、そもそもトイレ流れないとか、トイレットペーパーがない。まあそうね、あとはなんか普通に道に牛がめっちゃ歩いてるとか、なんか普通だったらめちゃくちゃビビるというか驚くべきことなんですけど、もうなんか慣れすぎて、いろいろ慣れた、なんかそれが日常みたいになっちゃって、まあそう考えるとね、人間の適応能力ってすごい高いなって思いますね。まあてなわけでキリマンジャロ山見に行きましょう。このね、屋上に、ここの屋上になんかレストランがあるらしいから、そこに行きたいと思います。着きましたね、屋上。おー、風が気持ちいい。今ね、屋上に上がってきましたよ。キリマンジャロどこですかね。泣くね。おー、むちゃむちゃ綺麗だね。嘘つき。曇っとるやないかーい。今日は残念ながら曇りだね。キリマンジャロが、キリマンジャロが、キリマンジャロが雲の中。ちょっとね、キリマンジャロは残念ながら見れないんですけど、街並みはね、綺麗に見れますね。ビルとかホテルとかね、まあこっち見るとね、一般人の民家があるんだけど、すごい綺麗に並んでて、スラムみたいな感じは全然しないし、まあそこはね、ガソリンスタンドもちゃんとあるんだよね。なんかアフリカのね、もっとしょぼい奥地とか行くとね、ガソリンスタンドなんてなくて、道端でね、変なおっちゃんがペットボトルにガソリン入れて売ってたりするから、まあそれにしてもね、キリマンジャロ見たかったな。これだってもう雲に覆われすぎて見れる可能性の余地もないもんね。ちなみに明日とかの天気はずっと曇り。ダメだな、俺らダメだな。なんか朝と夜が一番いいらしくて、まあここを今日見れないなら明日の5時に起きて見てもいいのかな。それはやめましょう。ナイロビ着きました。ケニアにね、とうとう到着しましたよ。